こんにちは、りんちゃんパパの究極グルメです。今日はこちら、カニカマを使って、あとはオニオンを使って、玉ねぎを使ってですね、カニピラフ、超簡単家でできるカニピラフね、お店のようなピラフのレシピご紹介させていただきたいと思います。玉ねぎはね、スライスしてカニカマと、あとはね、特別な調味料一切使わずご紹介させていただきたいと思います。それでは調理スタート。カニカマはね、適当にほぐしてください。玉ねぎは1/4個をスライス、半分にしてスライス。これで下準備は完了です。バターもしくはマーガリン、塩コショウ、鶏ガラスープの素、2つまみケチャップ、これで完成です。実食したいと思います。はい、それではカニピラフいただきたいと思います。いただきます。うん、美味しい。うん、バターが効いててカニとよく合ってますね。カニカマなんですけど、全然普通のカニ使ってなくてもこれで十分かなと。うん、でケチャップをね、入れすぎるとケチャップライス、ただのチキンライスみたいになっちゃうんですけど、少し入れることでちょっと色をつける感じですね。あと味付けは鶏ガラスープの素とかで、うん、すごくいい味に仕上がってます。うん、美味しい。うん、でこの乾燥パセリとかはね、なんか懐かしい、いい味を。でちょっとね、バターとか多いめにするとリッチな感じで高級感が出て美味しいです。うん、でコンソメとかね、買ったりもしなくていいですし、なんか特別なパウダーもう買わないで、ケチャップで味付け簡単にできて美味しいですね。それでは今日はカニカナマの使ったピラフですね、こちらの方ご紹介させていただきました。参考になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録でぜひ応援の方よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。